酸化ビスマスはおそらく工業的に最も重要なビスマスの化合物である。また、ビスマスの化学の共通出発点でもある。自然には鉱物のビスマイトとスフェロビスモアイトとして発見されるが、通常は銅と鉛の鉱石を精錬した時の副産物として得られる。赤鉛の代用物として花火のドラゴンズエッグ効果を生み出すために、 一般的に使用されている。バイ2 o 酸が取る構造は、酸化アズず 2O3 や酸化アンチモン s b 2 o 酸が取る構造とは大きく異なる。温度の関数としてのバイ2 o 酸の4つの多形の存在領域。摂氏727度を超える温度で加熱すると、アルファ症がデルタ症に変化し、有点の摂氏824度に達するまで構造は維持される。 冷却すると、デルタ症はに示すように、摂氏650度で、ベータ症に、もしくはに示すように、摂氏639度で、ガンマ症に変化する。ベータ症は、摂氏303度で、アルファ症に変化する。冷却速度が非常に遅い場合、ガンマ症は室温まで持続することがあり、そうでなければ、摂氏500度で、アルファ症に変化する。酸化ビスマスバイ 2O3 には5つの、 結晶学的多形がある。室温症である α 倍陽酸は単射症構造を有する。三つの高温症、正方明の β 症、耐震立方症の γ 症、立方症のデルタ症とイプシロン症がある。室温の α 症は酸素原子の層とその間にビスマス原子の層があるという複雑な構造をしている。 ビスマス原子はそれぞれ歪が6範囲と5範囲で記述できる2つの異なる環境にある。β 倍 2O3 は小樽石に関連する構造を持つ。γ 倍 2O3 は倍 12C を20に関連する構造を持ち、倍原子の一部が細部の占める位置を占め、倍12倍0.8を19点にと書くことができる。デルタ倍 2O3 は 単位公子内の8つの酸素サイトのうち2つが空になった血管ホタルイシ型結晶構造を持つ。イプシロンバイニオー酸はアルファ症とベータ症に関連した構造を持つが完全に整列されており4性絶縁体である。水熱的な方法で調整することができ、摂氏400度でアルファ症に変化する。単車症のアルファ症は摂百二十九度で加熱すると立方症の デルタ倍 2O3 に変化し、有点である摂氏824度に達するまで構造を維持する。デルタ症からの冷却における倍 2O3 の挙動はより複雑であり、二つの中間順安定症である、正方明ベータ症や、立方症ガンマ症が形成される可能性がある。ガンマ症は非常に遅く冷却した時に室温で存在することができるが、ベータ症を冷却すると、 アルファバイニオー3が常に生成する。熱により形成された場合、温度が摂氏727度以下に下がると、アルファバイニオー3に戻るが、デルタバイニオー3は、電気法により直接形成され、室温で pH が14付近になるように水酸化ナトリウムや水酸化カリウムを豊富に含ませたビスマス化合物の電解質中で、比較的安定な状態を保つ。アルファは、 室温で P 型の電子伝導性を示し、酸素分圧により、摂氏550度から摂氏650度の間で N 型の電子伝導性に変化する。β、γ、ンマ、デルタ症の伝導性は酸化物イオンを主な電化キャリアとするイオン性が優勢である。これらのうち、デルタ倍 2O3 が最も高い伝導性を持つことが報告されている。 摂氏750度でのデルタバイニオー酸の電動率は通常約 1S センチメートルマイナス1であり中間症よりも約3桁大きく単車症症よりも4桁大きい。デルタバイニオー酸は単位格子内の8つの酸素サイトのうち2つが空港である血管ホタル石型の結晶構造を持つ。これらの固有空港はバイ3の6スに孤立電子体の電子を持つ イオン複合子の分極性が高いため高い移動性を有する。バイオ結合は共有結合の性質を持っているため、純粋なイオン結合よりも弱く、酸素イオンはより自由に空港に入り込むことができる。デルタバイニオー酸の単位格子内の酸素原子の配置はこれまで多く議論の的となってきた。3つの異なるモデルが提案されている。シランは1937年。 急冷した資料に粉末 X 線解説を使用し、バイ 2O3 の構造は、酸素空港が111に沿って、つまり立方体の対角線に沿って置かれる単純な立方章であることを報告した。ギャトーとシュレーダーは1962年、このモデルを否定し、単位格子内の核酸素部位は75%の占有率を持つと記述した。 言い換えれば6つの酸素原子が単位格子内の8つの可能な酸素部位にランダムに分布している。現在、ほとんどの専門家は完全に無秩序な酸素副格子がよりよく高い導電性を説明するため、校舎の説明を指示しているようである。ウィリスは1965年、中性子解説を使用しホタル意思系を研究した。彼は、 理想的なホタルイシ結晶構造では記述できず、フッ素原子が規則的な8 c 位置から公子間位置の中心に向かって変異していることを決定した。シュックラは1996年に、サムズラは1999年に、デルタバイニオー3では無秩序の程度が高いため、ウィリスのモデルを用いて構造を記述することも可能であると提案している。デルタバイニオーは、 主にイオン電動体であるため、関心が集まっている。固体電解質の可能な用途を検討するときには、電気特性に加えて、熱膨張特性は、非常に重要である。熱膨張係数が高いことは、加熱及び冷却した、時大きく寸法が変化することを意味し、これは電解質の性能を制限する。高温のデルタ倍 2O3 から、中間体のベータ倍 2O3 への変化は、 大きな体積変化を伴い、結果として材料の機械的特性が低下する。これをデルタ症の非常に狭い安定性範囲と組み合わせることで室温での安定化に関する研究につながった。バイニオ酸は他の多くの金属酸化物と容易に固用体を形成する。これらのドープ系はドーパントの種類、ドーパントの濃度、 資料の熱履歴に依存する複雑な構造と特性を示す。最も広く研究されている K は、イットリアを含む、気度類金属酸化物 LN2O3 を含む K である。気度類金属の非イオンは、一般的に非常に安定しており、互いに似た科学的性質を持ち、半径1.03の倍3と大きさが近いためいずれも優れた銅パントとなる。さらに、 それらの四半径は、ラ酸から n d 酸、g d 酸、d y 酸、e r 酸、ルー酸まで単調減少する。このことは、バイニオ酸症の安定性に対するドーパントの大きさの影響を研究するのに役立つ。また、バイニオ酸は SC ニオ酸をドープしたジルコニア系で、中間温度の祖福の消結状剤としても使用されている。酸化ビスマスは、 商業的には自称酸ビスマスから作られる。後者はビスマスを熱硝酸に溶解することにより作られる。過剰の水酸化ナトリウムを加え、それに続けて混合物を連続的に加熱すると酸化ビスマスが濃い黄色の粉末として沈殿する。また、水酸化ビスマスを燃焼させることによっても調整できる。時短酸ビスマスを 約摂取400度で加熱することによって燃えることができる。下流酸アンモニウムと希釈した火星ソーダで酸化すると4酸化ビスマスが生成される。これはフェリシアンカカリウムや濃縮した火星カリ溶液などの他の酸化物を使用しても得られる。熱濃縮アルカリ溶液中で酸化ビスマスを電気分解することで酸化ビスマスの黄色で赤い沈殿物が得られる。酸化ビスマスは 抗酸と反応して対応するビスマス塩を生成する。無水酢酸及びオレイン酸との反応によりビスマストリオレートが得られる。シラーモデル空港が111に沿う。ギャトーモデル空港は酸素副合子で完全にランダムであり、各酸素サイトは75%の占有率である。ウィリスモデル、規則的な 8C サイトから 32F サイトに111 に沿って変異した酸素原子で1から4と番号が付けられた倍3イオンはで1から4と番号が付けられたものに対応する水に溶解した大気中の二酸化炭素は酸化ビスマスと容易に反応して時短酸ビスマスを生成する酸化ビスマスを塩基性酸化物とみなすことで二酸化炭素との高い反応性が説明できるただし 酸化ビスマスの構造内部に SI などの酸性比、イオンが導入された場合、二酸化炭素との反応が生じない。酸化ビスマスは、地下材料を周囲の葉の構造よりも X 線に対して不透明に、するために時々使用される。特に酸化ビスマスは、主に計算2カルシウムと、計算3カルシウムの粉末の混合物とともに、水構成計算セメント1 0から20。 質量パーセント使用されている。この HSC は、子根端切除術、根尖閉鎖術、腹髄、歯髄切断法、パルプリジェネレーション、異原性先行の内部修復、吸収先行の修復、根幹の封印及び閉塞などの歯科治療に使用される。または、水と混合すると硬い充填剤になる。一部の樹脂ベースの材料には酸化ビスマスを入れた。 HSC も含まれる。酸化ビスマスは、c p h では、不活性ではないと主張されており、特に、HSC の効果を遅らせるだけでなく、光への曝露や字や塩素酸ナトリウムなどの葉の治療に、使われたかもしれない、葉の材料との反応によって、時間の経過とともに色を失う可能性がある。ありがとうございます。